大丈夫です。また何かあったらいつでも声をかけてください。それではまた、失礼します。次は学級委員の仕事か。少し遅れちゃったな。急がないと。星野さん、遅れてごめん。待ったよね。いえ、資料をまとめていたので大丈夫です。今日はよろしくお願いします。ありがとう、よろしくね。今までの行事のアンケートの集計だっけ。1年生の方はどうだった？はい、行事が楽しかったという意見が多かったです。体育祭も合唱祭も、準備期間は少し大変だったけど、みんなで協力して仕上げるのが楽しいって。そっか、よかった。去年は少し否定的な意見が多かったから、改善できてるってことだね。2、3年生の意見は、行事は楽しかったけど、受験のことを考えるとっていうのが多かったかな。あ、そうですよね。受験勉強が近づいてきますもんね。うん。2年になると進路とか結構言われるしね。そのあたりは仕方ないかな。でもできる限り意見を取り入れて、いろんな人が納得できる行事を作っていきたいよね。そうですね。せっかくの行事ですし、思い出に残るような楽しいものにしたいですよね。うん、そうだね。それじゃあアンケートを見ながら次の行事の案をまとめていこうか。はい、お願いします。いくつか候補は出せたね。あとは他の委員会の子たちや先生に提出するためにいろいろと整えなきゃいけないんだけど、もう少し時間がかかりそうだな。星野さん、時間は大丈夫？どうしたの？もし急ぎの用事があるなら無理しなくていいよ。すみません、急ぎというわけじゃないんですけど、実は今日好きなクリエイターさんの CD の発売日で。 CD？ はい、一度引退して最近活動を再開したバーチャルシンガーの曲を作ってる人なんです。有名とまではいかないんですけど、かなり好きな人が多いみたいで、今年のファンフェストでも曲を披露していたんですよ。ファンフェスタに行く？うん、ダメだったかな。ずっと活動休止してたクリエイターが参加するから、その人の曲を聴きに行きたいんだ。それってもしかして引退する前の曲がなかなか聴けない人だったりする？あ、はい、そうなんです。朝比奈先輩も好きなんですか？ううん、私は知り合いから聞いたことがあるだけだよ。前にその子が好きだって言ってたから覚えてたんだ。そうだったんですね。でも好きな人がいるって分かって嬉しいです。私もちょっとびっくりしちゃった。それで今日が CD 発売日だから気になってたってこと？あ、はい、それもあるんですけど、実はその CD 枚数限定でネットの配信もないので、これを逃したらもう買えないかもしれないんです。予約もできなかったから、売り切れてたらどうしようって思っちゃって。すみません、委員会があるのに。ううん、気にしないで。でもそこまで気になるのなら今日はここまでにしようか。え、いいんですか？うん、
今のままだと作業にも集中できないと思うしね。それに大体の内容は詰められたから、残りは明日やれば大丈夫だよ。資料の片付けとかまとめは私がやっておくから、星野さんは帰ってもいいよ。ありがとうございます。すみません朝比奈先輩、また明日よろしくお願いします。うん、気をつけてね。はあ、それにしても限定の CD か、かなでも買いに行くのかな。新作の CD コーナーは、あった、最後の一枚だ。CD は、あ、最後の一枚残ってた。よかった、早速これを買って。ごめんなさい、この CD 買いに来たんだよね。どうぞ。いえ、私の方が遅かったですし。ううん、大丈夫、私のことは気にしないで。でも私は動画で聴いてた曲も多いから。それにあなたみたいにこの人の曲を好きな人に聴いてもらえるなら嬉しい。あ、じゃあ私はこれで。あ、待って、行っちゃった。きっとあの人もこのクリエイターが好きなのに悪いことしちゃったな。ケイ、なんだか今日元気なくない？どうしたの？あ、別に。そういえば今日 CD 買うって言ってなかったっけ？売り切れてて買えなかったとか？うん。え？本当にそうなの？うん、行った時には一枚だけあったんだ。でも他に欲しがってる人がいたから。あー、そうだったんだ、タイミング悪かったね。ネット配信とかしてないの？他のお店は？店頭限定で配信もないんだ。置かれてるお店も限られてるから、この辺りだとそこ以外にはなくて、多分もう買えないと思う。その CD、 書き下ろし曲もあったから作曲の参考に聞きたかったんだけど。そっか。でも少し嬉しかったんだ。その人すごく急いで来てたから、きっとあの CD が出るのを楽しみにしてたんだと思う。じゃあケイと同じくらいその人の音楽が好きなのかもね。うん、同じ音楽が好きな人に出会えて嬉しかったし、その人が CD を聴いてくれるならよかったと思う。でもケイだって聴きたかったんでしょ？もしかしたら再販とかあるかもしれないし、私も調べてみるよ。だね、僕もどこかで売ってないか探してみる。ありがとう。それじゃ、部活や予備校に通っている人の意見も取り入れてっと。うん、
次の行事の案はこんな感じでいいんじゃないかな。今日の委員会はこれで終わりだね。お疲れ様。お疲れ様です、朝比奈先輩。あの、昨日はありがとうございました。気にしないで。これくらいならいつでも協力するから。それで、どうだった ?CD は変えた?ごめん、もしかして変えなかった？いえ、変えたには変えたんですけど、その、譲ってもらう形だったので。譲ってもらう？はい、私が行った時、最後の一枚だったんです。ただ、たまたまその時にもう一人、その CD を買おうとしていた人がいて、その人から譲ってもらったんです。その人もきっとすごく楽しみにしてたんだと思いますし、なんだか悪いことしちゃったなって思って。その CD すごく良かったので、その人にも聞いてほしかったなって思ったんです。それってそういえば今日 CD 買うって言ってなかったっけ？売り切れてて買えなかったとか？行った時には1枚だけあったんだ。でも他に欲しがってる人がいたから。もしかして、朝比奈先輩？ごめん、星野さんが譲ってもらったって人、もしかして知ってるかもって思ったんだ。本当ですか？昨日似たような話を聞いたから。よかったらその人の話聞かせてください。いいよ。その子は私たちと同じくらいの年の女の子で、特徴は華奢で髪が長いかな。あと服装はいつもジャージでね。多分その CD を買いに行った時もジャージを着てたんじゃないかな。その人かもしれません。やっぱりそうだったんだ。珍しい話だから印象に残ってたんだ。確かにあまりない話ですよね、最後の一枚を譲ってもらう話なんて。それで、あの、一つお願いをしてもいいですか？何かな。私、その人にどうしても CD を聴いてほしくて。よかったら朝比奈先輩から渡してもらってもいいですか？それくらい大丈夫だよ。ありがとうございます。こちらこそ。その子も曲を作る参考にしたいって言ってたし、喜ぶと思うな。その人って曲を作っているんですか？中学に上がる前から作ってるって言ってたな。そんな前から、すごいですね。どんな曲を作ってるんだろう。星野さん、作曲に興味があるの？はい、実は幼なじみの友達とバンドを組んで演奏してるんです。バンド？そうだったんだ。はい、みんなでプロになろうって頑張ってます。それでプロを目指すために自分たちのオリジナル曲を作ってるんですけど、なかなか難しくて。そっか、私はバンドにはそこまで詳しくないけど、確かにプロデビューする人の曲ってすごいよね。ちょっと星野さんたちの曲聴いてみたくなっちゃったな。ありがとうございます。まだプロの人たちに比べたら全然だと思うんですけど、でも聴いてる人の心に響くような曲にしたいって思ってます。心に響く？はい、今はまだ全然ですけど、
でも、いつか私たちの思いが届くような曲を作って、その演奏で誰かの心を揺さぶることができる。そんなバンドになりたいんです。そっか。素敵な夢だね。ありがとうございます。朝比奈先輩の知り合いの人は、どんな曲を作っているんですか？どんな、難しい質問だね。もし興味があるのなら、動画の URL を教えようか。本当ですか？お願いします。うん。じゃあ、後で送っておくね。ありがとうございます。楽しみだな。こんな時間か。付き合わせちゃってごめんね、星野さん。いえ、こちらこそ教えてくれてありがとうございました。それじゃあ明日 CD 持ってきますね。うん、その人にも伝えておくよ。はい、よろしくお願いします。今日のイチカ、なんだかすごく嬉しそうだね。わかんねえ。歌声がニコニコしてたっていうか、なんかあったの？あ、うん。実は、例の人が見つかったんだ。例の人って、もしかして CD を譲ってくれた人？そう。だから、その人に CD 貸せるかもしれなくて。よかったね、いちかちゃん。でも知らない人って言ってなかった？よく見つかったね。その人、学級委員の朝比奈先輩の知り合いみたいなんだ。朝比奈先輩？うん、委員会で CD を譲ってもらった話をしたら、その人から同じ話を聞いてたみたいで、朝比奈先輩にお願いして、明日 CD をその人に渡してもらうことになったの。ふふ、よかったわね。それで、その譲ってくれた人ってどんな人なの？あ、そこまでは聞いてなかったな。歳は私たちと同じくらいって言ってたけど、それと、曲を作る人だって言ってた。曲？うん、作曲をしてるって。そうなんだ。じゃあリーチーたちと一緒だね。同じっていうか、作曲に関しては先輩じゃないかな。中学に上がる前からやってるらしいし。作曲の先輩か。じゃあその人に何か聞ければ作曲のヒントになるんじゃない？あ、確かに。私も気になる。ねえねえ、その人ってどんな曲作ってるの？動画の URL 教えてもらったんだ。みんなで聞いてみようか。うん。なんていうか、すごいね。一つ一つの音がすごくよく作り込まれてる。メロディーや歌詞からも訴えるような思いが伝わってくる。この曲って、もしかして…ほなちゃん、聞いたことあるの？いつもお掃除しに行ってるお家の人が作ってる曲の感じに似てるなって思ったんだけど…そうなの？でも気のせいかも。私もその人の曲はちょっと聞いたくらいだから。まあそんな偶然ってあんまりないよね。そうだよね。でも
次にお掃除に行くときにまた曲を聴かせてもらおうかな。もしかしたらってこともあるし。ありがとう、ほなみ。でも、本当にすごいよね。私たちと同じくらいの子が作ったなんて、びっくりだよ。うん、高校生ってことを抜きにしても、ここまでクオリティが高い曲はなかなかないと思う。だけど、この曲、私たちが目指す音楽とはちょっと違うかもね。確かに、レオニードとは全然違うよね。作曲のコツとか聞きたいなって思ったんだけど。うん、そうだね。でも、あの人も同じ CD が欲しかったってことは、ミクの曲が好きなのかな？もしそうなら、友達になりたいな。イチカ、気になってるみたいだね。え？うん。ミクの曲が好きなら、話してみたいなって。それなら、朝比奈先輩に頼んでみたら？うん、事情を説明してお願いしたら紹介してくれるかもしれないね。でもいきなり頼むのは朝比奈先輩にも迷惑かけちゃうんじゃないかな。気になってるなら頼むだけ頼んでみたら。この機会を逃したらもう話せなくなるかもよ。うん、ミクちゃんの話をできるお友達が増えたらきっと楽しいもんね。そうだね。みんな、ありがとう。やっぱりその人のこと少し気になるし、頼めそうだったら朝比奈先輩に言ってみるよ。わあ、頑張ってね、いっちゃん。朝比奈先輩、これ昨日話した CD です。お願いします。ありがとう、星野さん。きっと喜んでくれると思うよ。あ、それと。ん？あ。わかりました。今行くので。ちょっと待っててください。ごめんね、星野さん。さっき言いかけたことって何だった？あ、いえ、やっぱり何でもないです。そう。もし何か相談があるなら言ってね。いつでも聞くよ。はい、ありがとうございます。うん、じゃあまたね。タイミング悪いな。こんなチャンス、めったにないって分かってたのに。はぁ、あ。はい、奏。こないだ話してた CD。ありがとう、真冬。別に、頼まれたから渡しただけ。でも、真冬が私のことを話してくれたおかげで、この CD を聴けるから。だから、ありがとう。うん。かなで、真冬、来てたんだね。うん。真冬から CD を貸してもらってたんだ。CD？ バーチャルシンガーの曲を作ってる人の CD だよ。真冬の後輩の子が貸してくれたの。もう聞けないかもしれないって思ってたから、すごく嬉しい。そうなんだ。かなで、よかったね。真冬？え、どうしたの？
何でもない。ただ奏を見てたら少し胸が温かくなった気がした。ねえ奏、私もその曲聴きたい。うん、いいよ。じゃあ今度プレイヤーに入れて持ってくるね。真冬もありがとう。聞かせてもらったらすぐに返すね。あれ？どうしたの？ CD が入ってた袋にルーズリーフが入ってる。これ真冬の？うん、違う。それじゃあ貸してくれた人のかな。 CD を返すときに一緒に返さないと。そうだね。あ、それどうしたの？書いてあるの歌詞じゃない。歌詞？あ、本当だ。この人も曲を作ってるのかな。最近作り始めたって言ってた。バンドでプロを目指すからって。プロ、すごいね。作曲も勉強してるって言ってた。奏にも興味を持ってるみたいだった。え、私？うん、どんな曲を作ってるのかって聞かれたから動画の URL を教えておいたよ。そっか。その人がどんな気持ちで聞いてくれるのか、私も少し興味あるな。うん。この人どんな人かはわからないけど、すごく真面目に音楽を作ってるんだね。うん、何度も消した跡が見える。いろいろ悩みながら書いてる感じだね。荒削りだし、もしかしたら曲のイメージもまだつかめてないのかもしれない。でもすごくまっすぐだね。違うけど、言葉の一つ一つが力強く感じる。私はこの詩いいと思うな。そうだね。真冬もそう思う？少し。こういうのは私には書けないから。それにあの子、こういう詩を書くんだなって。だから少し興味がある。そっか。うん。まっすぐか。きっと星野さんには伝えたいことがあるんだろうな、私と違って。八重崎さん、お邪魔します。今日もよろしくお願いします。うん、こちらこそ。家のお掃除とお惣菜を何日か分作っておきますね。今夜は何か食べたいものはありますか？食べたいもの、特にないかな。いつも通り望月さんにお任せで。わかりました。それじゃあ、少し寒くなってきましたし、暖かいものにしましょうか。確かに最近寒くなったね。この間用事で外に出たんだけど、すごく寒かったこの時期は温度の変化が激しいですからね。体調に気をつけて暖かくしてくださいね。うん、ありがとう。
望月さんも気をつけて。はい。それじゃあ早速お掃除から。あれ？どうしたの？あ、いえ、この CD 友達も持ってたなって思って。そうだったんだ。望月さんの友達もこの人が好きなんだね。でもこの CD は私のじゃないんだ。お、そうなんですか？うん、実は CD ショップに買いに行った時最後の一枚になってたんだけど、他にも欲しい人がいて、私はその人に譲ったんだ。でも知り合いがその人のことを知ってて CD を借りてくれたの。あの、すみません、もしかしてそのお知り合いの方って朝比奈さんっていうお名前じゃないですか？そうだけど、どうして？実は数日前、私の友達が朝比奈先輩の知り合いに CD を貸すって話をしていたんです。その子、最後の一枚を譲ってもらったって言っていて、それに…ん？その人が作ったっていう曲の動画を見たんですけど、なんだか宵崎さんが作ってる曲の雰囲気に似てるなと思って、ちょっと気になってたんですよ。そうだったんだ。曲も聴いてくれてたんだね。ありがとう。あ、そうだ、この CD 返しておいてもらえると嬉しい。ごめん、本当は望月さんじゃなくて真冬から返してもらった方がいいと思うんだけど、多分その人にとって大事なものが入ってると思うから、早く返してあげたくて。大事なもの？わかりました、大丈夫ですよ。その子には渡しておきますね。うん、ありがとう。だけどその子が真冬の知り合いってことにも驚いたけど、まさか望月さんの友達だったなんて思わなかったな。私も朝比奈先輩と宵崎さんがお友達だったなんてびっくりしました。友達か。でもそっか、宵崎さんだったんですね。なんだか嬉しいな。嬉しい？あ、ごめんなさい、私の友達と宵崎さんの接点が意外なところにあったなって思って。ああ、同じクリエイターの曲が好きなのは確かに驚いたかも。そこまでメジャーな人じゃないし、私もその人のことを知れて嬉しかった。あの、宵崎さん、もしよろしければなんですけど、その子に会ってもらえませんか？え、私が？はい、実はその子、宵崎さんと話してみたいって言ってるんです。曲を作ってるっていうことと、ミクちゃんの曲が好きな人同士で仲良くなりたいみたいで。そうなんだ。私は別に特別ミクの曲に思い入れがあるわけじゃないけど。あ、もちろん宵崎さんがよかったらなんですけど。わかった、私も CD のお礼が言いたいし、お願いできるかな？え、本当ですか？私もサークルの子以外では曲作りをしてることあったことないし、話をしてみたい。ありがとうございます。その子すっごく喜ぶと思います。こちらこそ。
あ、それでもう一つお願いなんだけど。何ですか？望月さんも同席してくれないかな。私あまり人と話すことってないから、何を話せばいいのかわからなくなりそうで。そういうことなら喜んで。じゃあ予定を調整しておきますね。うん、お願い。真冬、どうしたの？なんだか悩んでる？悩んでるのかな。ちょっとわからないことがあって。わからない？うん、この前世界で奏に CD を渡した時、もう聞けないかもしれないって思ってたから、すごく嬉しい。そうなんだ。かなで、よかったね。うん。あの時、かなでの笑顔を見たら、なんだか胸が温かくなった気がした。曲を聴いたわけでもないのに、どうしてだろう。真冬。真冬、やっぱりここにいたんだ。奏、どうしたの？うん、ちょっと報告したいことがあって。ミクにも例の曲聴かせたかったし。報告？じゃあこの CD を貸してくれたことあるんだね。うん、私の家で家事代行をしてくれてる望月さんが、その人の友達だったんだ。私たちと同じように曲を作ってる人と会う機会ってなかなかないし、何かいい刺激になるかなって思って。そうなんだ。うん、それでなんだけど、よかったら真冬もどうかな。どうして？会いに行くなら奏だけで行けばいい。私は学校で星野さんと顔を合わせるし、わざわざ学校の外で話そうとは思わない。そっか、ごめん。同じように曲作りをしてる子だから、真冬も興味あるかもしれないって思ったんだ。それに私とその子をつなげてくれたのは真冬だから、真冬にもその場にいてほしいと思って。私はただ CD を渡しただけだし、別に。真冬、行かなくていいの？え？さっき悩んでるみたいだったから、もしかしたら奏と一緒に行けばその答えが見つかるかもしれない。そうなのかな。真冬、何か悩んでるの？大丈夫？うん、心配するようなことじゃないから。でもミクの言う通り、奏と一緒にいることで答えがわかるのなら、わかった、行く。真冬、奏、日程が決まったら教えてくれる？うん、わかった。じゃあ後で連絡するよ。ありがとう、真冬。うん。お待たせ。
今日はありがとう。ふふ、私もよいさきさんにいちかちゃんを紹介できて嬉しいな。うん、そうだね。 CD も聞いてもらえたみたいだし、よかったけど、 CD の袋に入ってたルーズリーフ見られてないといいな。いちかちゃん、どうかしたの？あ、ううん、なんでもない。花見、朝比奈先輩たちと合流しようか。うん、そうだね、行こう。あ、いたいた。星野さん、望月さん。よいさきさん、朝比奈先輩。望月さん、こんにちは。こういうところで会うとなんだか不思議な感じだね。そうですね。今日はよろしくお願いします。朝比奈先輩もお時間を作っていただいてありがとうございます。あのよろしくお願いします。気にしないで、もっと気軽に話そう。かなで、こっちの子が星野さん、 CD を貸してくれた子だよ。どうも、よいさきかなでです。今日はよろしく。星野いちかです。よろしくお願いします。あの、この前は CD を譲っていただいてありがとうございました。ううん、私も星野さんのおかげで曲が聴けたから、こちらこそありがとう。それじゃあどうしよっか。話をするならカフェにでも入って。そういえばご飯食べてなかった。もうまた朝まで作業してたの？ちゃんと寝て朝ごはんも食べなきゃダメだよ。え、ごめん、いいメロディーが浮かんできたから作業してたら朝になってて。朝まで作業？もしかして今日も寝てないんですか？ううん、ちゃんと仮眠はしたから大丈夫。でも真冬にそういう風に心配されるのなんだか新鮮だな。そうなんですか？朝比奈先輩いつもすごく気遣ってくれるイメージだったんですけど。そっか。奏は曲作りに集中するといつもこうだからね。それよりどこかご飯が食べられそうな場所に行こうか。そうですね、何か食べながらお話ししましょう。よいさきさんは通信制の学校に通ってるんですね。うん、勉強よりも曲作りに集中したかったから音楽以外に時間を割くのは嫌だったんだ。へえ、すごいですね。そうかな。私は学校に通いながらバンド活動してる星野さんたちもすごいと思うけど。はい、私です。わあ、美味しそうですね。よいさきさん、ラーメンが好きなんですか？うん、手軽に食べられて美味しいし。お家にもカップラーメンがありますもんね。でもラーメンばかり食べていると栄養が偏っちゃいますよ。大丈夫、望月さんが作ってくれたお惣菜があるときはそっちを優先して食べてるから。それならいいですけど。かなでは曲作りに熱中しすぎて不規則な生活をしてるんじゃないかって思ってたけど、望月さんがいるなら大丈夫そうだね。
コナミは面倒見がいいですから。そういえば、お二人はこのお店によく来るんですか？かなでと一緒にやってる音楽サークルでの打ち上げでたまにね。音楽サークル。ヨイサキさんと一緒にってことは、もしかして朝比奈先輩も曲を作ってるんですか？うん、言ってなかったっけ？初めて知りました。そうだったんだ。すごい。あの、朝比奈先輩から教えてもらった動画見ました。マリオネットの。曲も歌詞も心の奥にある思いを訴えるような感じで、すごく胸にグッときました。イラストと MV も世界観がすごくて。あの動画、お二人が作ってるんですよね？私たちとイラスト担当の子と動画担当の子、4人で作ってるよ。そうだったんですね。私も見たんですけど、すごく素敵でした。ありがとう。星野さんたちもバンドやってるんだよね？あ、はい。まだ数回ライブをやっただけなんですけど。でもいちかちゃん、すごく上手くなってるよね。こないだバーチャルシンガーのファンフェスタがあったんですけど、それにソロで出ていたんですよ。え、そうなの？ファンフェスタなら私たちもサークルのみんなと見に行ったよね。どうですか？じゃあ、いちかちゃんの歌も聴いていたのかもしれませんね。うん、ちょっと恥ずかしいな。ちなみに、どんな歌を歌ったの？バンドサウンドなんですけど。あ、この曲です。ああ、わかった。あの曲を歌ったのは星野さんだったんだ。え？曲を聴いただけでわかるんですか？うん、いい歌だなって印象に残ってたから。でも、あれ？もしかしてどうしたんですか？もしかして星野さん、春に萌木公園で歌ってた？確かに歌ってましたけど、どうしてそれを？実は、春に野々木公園の前を通りかかった時に、ミクの曲を歌ってる女の子の声を聞いたんだ。すごくいい歌声だったから耳に残ってたの。そっか、星野さんだったんだ。あ、もしかして…あの時、聞いてくれていたのって、ヨイサキさんだったんですね。うん、多分そう。星野さんの歌、すごく素敵だったよ。ありがとうございます。ちょっと照れるな。でも、春に聞いた時と、ファンフェスタで聞いた歌声は、少し歌い方が違ったような気がしたんだよね。え？そうですか？いちかちゃん、すごく練習頑張ってたから、それで歌い方が少し変わってたんだと思います。そうなんだ。星野さんは頑張り屋さんなんだね。いえ、そんな、私は自分にできることをやってるだけです。あ、でも誰かの心に響く歌を歌いたいなとは思ってます。心に響く歌。はい、もちろん今はまだまだですけれど、でもいつかたくさんの人の心を動かすような演奏と歌を歌いたいと思っているんです。そっか、素敵な夢だね。私もそんな曲を作りたいって思ってるんだ。
の作ってる曲の話も聞かせてほしいです。私の、いいけど何が聞きたいの？どんな感じで作曲してるのかとか。どんな感じ？難しいな。基本的には浮かんできたメロディーを楽譜に書き起こしてることが多いかな。一通りメロディーができたら実際に打ち込んで合う楽器を入れて、あとは調整って流れで作ってるよ。なるほど。具体的に作るコツとかは？ごめんね、多分奏はそういうの意識して作ってないんだと思う。ごめん、どう説明すればいいのかわからない。そうなんですね。じゃあメロディーってどういうきっかけで思い浮かぶんですか？きっかけは特にないかな。もちろんインスピレーションがないと作れないけど。でも昔の思い出だったり誰かの言葉だったり、そういうものがあるといい曲ができるかも。私だったらそうだな。例えば誰かに笑顔になってほしいって思いとか。奏、誰かに笑顔になってほしい？さっき星野さんも言ってたでしょ、誰かの心に響く歌をって。そんな感じに近いのかな。そっか、それでいいんですよね。なんだかちょっとだけ分かった気がします。そっか。でもちょっとびっくりしました。八重崎さんが曲を作っているのは知ってましたけど、改めてすごいなというか。あと歌詞もすごくグッときました。詞も八重崎さんが作ってるんですか？詞は私が書いてるよ。そうなんですか？朝比奈先輩が歌詞を書いてたんですね。真冬の詩はいいなって思ってたから、作詞は真冬に頼んでる。奏にそう言われると照れるな。でもいい詩が書けるのは奏の曲がいいからだよ。私は奏の曲の世界観に合わせて作ってるだけだから。だからそこまで大したものは書いてないと思う。でもこの歌詞からは朝比奈先輩の思いが伝わってきます。私もそう思います。宵崎さんの曲に合ってるのはもちろんなんですけど、朝比奈先輩の思いも伝わってきます。言葉にするのは難しいんですけれど、でもすごく響く詩だと思います。私の思いか？そんなこと言われたの初めてだな。ありがとう。私の思いか。昔オーンとして作ってた時は違った。あの時は届けたい思いも聞いてほしい気持ちもなかった。ただ自分を見つけたくて
ひたすら自分の感情を吐き出すだけだった。今だって、自分の思いなんてない。奏の曲を聴いて、それに合う歌詞を作っているだけ。そう思ってた。でも、奏の曲を聴いて笑えた時、自分の思いを詩に残したいって思えた。誰にも聞いてもらえないよりは、誰かに聞いてもらえたらいいって。まだ、はっきりとはわからないけれど、私は、歌詞に何かを込められているのかな。今日は本当にありがとうございました。私からもお礼を言わせてください。すごく勉強になりましたし、とても楽しかったです。私もこうやって話すことってなかったから、すごく新鮮だった私も学校ではできない話ができて楽しかったよ。奏がサークル以外の人と音楽の話をしてるのを見るのはちょっと面白かったしね。そうかな。よいさきさん、どうしたの？もしよいさきさんがよかったらなんですけど、またこうやって会ってもらえませんか？え？曲の話とかすごく楽しかったです。私は作曲も作詞もまだまだですけど、またいろいろと聞かせてもらいたいなって。うん、いいよ。むしろ私からもお願いしたいな。サークル以外でこうして話すことってあまりないから、これからもいろいろ話せたら嬉しい。ありがとうございます。そうだ、貸してくれた CD、どれもいい曲だった。ありがとう。よかったです。でも、どうしたの？中に入ってたルーズリーフなんですけど。ああ、うん、星野さんの書いた詩だよね。それもよかったよ。やっぱり見られてたんですね。え？あ、ごめんね星野さん。私たちと同じく曲作りしてる人って周りにいないから、つい見ちゃって。おお、よいさきさんが言ってたいちかちゃんにとって大切なものって。うん、勝手に見ちゃって本当にごめん。でもすごくまっすぐな歌詞だったよ。星野さんの思いが伝わってきた。うん、私もそう思う。私は星野さんみたいなまっすぐな詞は書けないから。朝日の先輩、よかったらまた見せてほしいな。はい、ありがとうございます。初めての雪だね。今日一段と寒いですもんね。風邪をひく前に帰りましょうか。そうだね。それじゃあ、よいさきさん、朝比奈先輩、今日はありがとうございました。うん、またね。楽しかったな。なんだかこの感じ懐かしい。私たちも帰ろうか。そうだね。
結局答えは見つからなかったな。奏と一緒にいれば何かわかるかもしれないと思ったのに。真冬。何？私、今日、星野さんたちに会えてよかったと思う。だから、真冬にお礼を言いたいんだ。うん。どうして私にお礼を言うの？星野さんと会えたのは、望月さんが約束してくれたからで、私は何もしてない。確かに、今日の約束は望月さんのおかげだと思う。でも、真冬が私のことを星野さんに話してくれたから、きっと今日、星野さんと出会えたんだと思う。だから、星野さんと出会うきっかけをくれたのは、真冬なんだよ。それに、今日、星野さんと話してて、小さい時のことを思い出したんだ。小さい時のこと？友達と遊ぶのがすごく楽しかった思い出、ずっと忘れてた。たくさんの人を救えるような曲を作らないといけないって、そればかり考えてた。でも今日、星野さんたちと話して、純粋に楽しいって思えた。そう思えたのは、星野さんと会わせてくれた真冬のおかげだよ。だから、ありがとう。また、胸が。真冬？奏が、嬉しいのなら、よかった。うん、ありがとう。それじゃあ私はこっちだから、真冬、風邪をひかないように気をつけてね。わかった。それじゃあまた夜に。うん、またナイトコードで。ありがとうか。私はただ星野さんに奏の話をして、奏に星野さんの CD を渡しただけ。たったそれだけ。だけど奏の助けになれた。それだけで胸が温かくなる。どうしてだろう、よくわからないけど、でもこの感覚は。悪い感覚ではないかな。